ジヒドロピランとは、分子式が C5H8O と表される環状エーテルで、酸素1個と二重結合1個を含む6、因関構造を持つもの。ピランが2個水素化を受けた構造にあたる。二重結合の位置の違いによる異性体が存在する中で3、4ジヒドロマイナス 2H ピランが、有機合成において、使用頻度が高いため、単に、ジヒドロピランという場合は、 通常3,4ジヒドロ -2H ピランを指す。DHP と略称される。有機合成化学において、アルコールのヒドロキシトを保護するために用いられる。3,4ジヒドロ -2H ピランは、テトラヒドロフルフリルアルコールをアルミナ状で300、摂氏400度に加熱して合成される。3,4ジヒドロ -2H ピランは、非水条件。 酸触媒の元にアルコールと反応してテトラヒドロピラニールエーテルを作る。THP エーテルは酸と水で容易に元のアルコールに戻すことができることと酸以外の主役に対しては比較的耐久性を示すためアルコールの保護に用いられる。ジヒドロピランはラネーニッケルの元の水素化によりテトラヒドロピランに変換される。ありがとうございます。